漢中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら漢中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、義を討つべく進軍を開始、狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。関羽をあぶり出し討ち果たせば三国の均衡は崩れる。全ては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。では曹操殿、私もこれより出立いたします。うん、お主の懸念が杞憂となることを願っている。関羽は数多の戦の趨勢を左右してきた軍神。かの者に勝利するためには私にできる全ての手を尽くさねばなるまい。宗神殿らはすでに繁盛へ向かわれた。私も急ぎ準備を整え決戦へと臨もう。兵らの報告を集めたが、すでに慶州のほとんどが関羽に制されたよう。軍神関羽、なんという勢いか。かの者を巨匠へと向かわせるわけにはいかぬ。何としても繁盛で奴を食い止めねば。ええ、全くもって宗神殿のおっしゃる通りなのですが、この宮城で参っている彼らをどうまとめたものでしょうね。なぜ宝徳が先方なんだ。先行はそれなりにあるようだが、新参者ではないか。奴のいとこも元の主である馬長も今は劉備に仕えてるとか。我らを関羽に引き渡すつもりではないのか。なるほど、あり得る話だ。援助を預かっていた幸運は関羽と通じ、民の反乱を煽っていると聞く。おそらくは奴も。不平や賛意を口にし陣中を乱すか。その行いが厳罰に値すると知っていよう。右近殿、しかしこたびの宝徳殿の抜擢には不安がある。これではとても軍神と戦うなど。口を慎め。残言で軍旗を乱すならばこの場で処罰する。なんと、お許しくだされ。待たれよ右近殿。諸将らの言はもっとも。それがしはまだ曹操殿に仕えて日が浅い。先方を任せるに心が置けぬのはどう。されど曹操殿はそれがしに関羽討伐を託された。またこの戦は花公園殿が関羽討伐ひいては乱世平定のため命を懸けて用意されたもの。なればそれがしもここを死地と思い定め戦う所存。宝徳殿、すまない。貴殿の覚悟を知らず無礼を申し上げた。必ずや繁盛を守り抜きこの戦に勝とうぞ。感謝する。我らもろともに軍神関羽を討たん。
さすがは右近殿と宝徳殿だ。不平不満を逆手にとってくすぶっていた彼らの闘志に火をつけるとは。先ほど援軍を手配した。義水艦から巨匠へ抜ける道はしばらく封鎖できよう。右近殿、かたじけない。これで後方は気にせず安城に集中できる。状況はお世辞にも良いとは言えないものです。ですが三国の均衡を破るには何としても関羽は打たねばなりません。それは乱世平定を掲げる殿の本懐にも通じます。うん、味方を助けつつ繁盛へ攻めくる関羽を倒す。いざ我ら慶州を守る鉄壁の盾とならん。まずは繁盛を奪回する。城を守る関羽の子関平を討つのだ。関羽は我らを防ぐべく前線にいる様子が。厳しい戦況だけど何としても勝たねば。行けよ。戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。待て、通り君。装備への反乱に加担せぬなら、お前も撃つ。友軍との合流が待ち合わせる。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。反乱など企むべきではなかった。黙って宗神殿に従っていれば。助かった。礼を申しますと。絶義を守ればおのずと勝利は得られる。素晴らしいご活躍。
高温の反乱は鎮圧しましたが、呼応していた民は抵抗を続けています。このままではまた大きな乱になります。急ぎ民の不満を解消すべきかと。ほら、本当は戦なんて嫌なんです。許してください。ありがとうございます。ほら、もう武器は捨てます。そっちが力づくならこっちだって。勝負だ、こら！本気で勝てるわけねえ。降参します。大それたことをしちまった。今からでも謝れば許してもらえますか？ああ、よかった。二度とこんなことはいたしません。このままじゃ暮らしが成り立たねえ。俺らの生活のことも考えてくれるだか。そうおっしゃるならもう一度信じてみるだか。俺一人だけ抵抗をやめるわけにはいかねえ。それとも皆を説得してくれるんですかい？本当ですか？だったらこんなおっかないことはやめだ。もう一度皆様を信じてみます。どうかよろしくお願いいたします。伝令、高温に呼応した領民たちが降伏。これで反乱は完全に鎮圧できた。繁盛での戦に集中できるな。任務成功は当然のこと。改めて気を引き締める。その勢い誰にも止められますまい。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を散。これじゃ割に合わねえ。行くぞ、やってられるか。鉄儀を守ればおのずと勝利は得られる。素晴らしいご活躍、お見事です。総人様より伝令、ウリンの両毛殿に援軍を要請すべしとのこと。五軍を動かせれば我らの勝利は確実。どうかよろしくお願いします。
援軍については承知した。悪いがリクソンにも話を伝えておいてくれ。リクソンは深夜方面に布陣している。手間をかけるがよろしく頼む。援軍の件、リョモー殿は承諾されたのですね。それなら私に依存はありません。急ぎ出撃準備に取り掛かりましょう。リョモー殿にその旨お伝えいただけますか。リクソンも準備を始めたか。それなら問題はあるまい。盟約に従い援軍を差し向ける。使者の務めご苦労であったな。包みの一部が壊れかかっている模様。
川が氾濫し、水が溢れれば被害が。すぐに修理した方が良さそうだな。承知しました。修理に取り掛かります。ここまで来れば大丈夫です。ありがとうございました。申し上げます。包みを全て修理しました。よくやってくれた。これで安心して攻めることができよう。気を引き締め。素晴らしいご活躍、お見事です。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。カーン殿が出るまでもない。義の進軍、俺が止めてやろう。何の備えもないと思ったか。今だ、皆かかれ。カーン殿、カンペ殿、いや申し訳ない。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。鉄儀を守ればおのずと勝利は得られる。お見事な腕前、それがしも習いましょう。潰しちまうか。お前らついてこい。
光陵には兵器が配されている。味方を進軍させる前に無力化したいところだ。よし、先行して兵器を焼き払ってしまおう。まずは敵に気をつけつつ配置を確認しようか。でも大事なのに、今ゴに後ろから攻められたりしたら、まさか敵はそれを狙って。この戦、本当に勝ち目はあるのだろうか。そうか、何かあればお前も口添えしてくれるか。ここまで一人で乗り込んでくる胆力、お前の剣なら信じられそうだ。ヨシナに頼む。お前を信じついていってもいいのか。よし、確かに聞いたぞ。お前の言葉信じさせてもらおう。分かった、義に下る。くれぐれも取りなしを頼んだぞ。何？交渉に参っただと？俺に寝返れというのか？義は本当に受け入れてくれるのか？お前の一存ではあるまいな。他の者も受け入れてくれるのか？これよりそちらを手助けする。どうかよろしく頼む。皆の信頼を勝ち取るためにも精一杯働かせてもらおう。何者だ？義軍の密偵か？任務成功は当然のこと。改めて気を引き締める。よくやってくれました。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。兵器の位置は把握した。それじゃあ一気に火をかけてくれ。兵器に火が。これではもう役に立たぬ。任務成功は当然のこと。改めて気を引き締める。素晴らしいご活躍ですね。心強い限りです。
守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。繁盛を奪い返されるわけにはいかぬ。艦長参れ。せいや。繁盛を奪い返されるわけにはいかぬ。艦長参る。キャの様子をも共感する。いざ進軍せよ。お見事だ。観念せよ。それが主の習いはしよ。なら見事。ここは官兵に任せ、体勢を立て直さん。今は引くしかあるな。成京さん、侮りがたし。策を考えれば。節義を守ればおのずと勝利は得られる。素晴らしいご活躍、お見事です。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。強敵だな。だが拙者も軍神の子。ここは引けぬ。皆気を抜くな。父上より託された繁盛を死守するんだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よっ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。逃げ場はない。敵の痛いところについておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。行くぞ。
敵の見たいところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。繁盛を守りきれなかった。だがこれで終わりではない。敵はあえて引いたように見える。君は何だ。ひとまず城は奪回できたか。将軍、関羽の軍に捕らわれたとのこと。よくも宝徳将軍を。将軍、今こそ我らが打って出る時です。宝徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。関羽よ。武分則、高校を申し入れる。何を願わくは、我が機下すべての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に誓い約束しよう。将軍、なぜです。おじけづかれたのですか。軍において上官の命令は絶対だ。公弁は認める。あなたという方は。各隊をまとめ整列せよ。下るにせよ。軍旗は乱すな。雨金は繁盛の死闘の後、関羽に降伏した。その予想外の行動に義の仲間たちは落胆し激怒する。やがて関羽は討たれ、曹操も病没。呉に囚われていた雨金は義の宗妃即位の時に帰国を許された。彼に浴びせられる罵倒は数知れない。だが厳格な男は何も語らず、ある場所へと向かった。殿、武分則、帰還いたしました。雨金、それを事前の策というのか。は、確かに。お主が降伏をすれば、それが策だと誰も思うまい。しかし関羽は義に熱い男。奉公した我らのため、残り少ない兵糧を分け与えることでしょう。食料に窮し、焦って出てきたところを撃つ。その役目は下降頓殿らに。だが、お主の名声は地に落ちよう。この戦、
どこに落とし穴があるか分かりません。予想外の事態で殿の天下が遠のくことがあってはならぬのです。ルキン、お主は。このことは殿の胸中のみ。ルキンよ、裏切り者が元の主君の墓参りとは、あの世の父に名誉の回復でも願いに来たか。いえ、投稿者には重き罰。軍旗は厳格なもの、例外は許されません。大義であった。父に代わって礼を言う。